今日も。そうですね。ちょっとさあ来ましたね。最近コーヒーを飲んだので。何がコーヒー？ビールあるね。はい。いや、うん、ドンペリア。いやもう次これドンペリ。もういい。そうですか。なんで？だからまあ行かない。ちょっと前回少しもう少し前回何だっけ子供の教育教育ねで授業をやっていく人間を育てようと、ね、それがもう教育ということだったんですけど、まあ私自身もね、まあ某パナソニックの社員、うん、パナソニックもうあなた覚えられてるのパナソニックでもうすごいね特に構成もしっかりしたところだったんですね。でまあなんで辞めたんですかと、うん、いう人も多かったんですけどね。あ同僚にあとかそうそう辞めてね私、うん、まあそういう世間の人はそういうふうに感じていると思うんですけどね、うん、まあサラリーマン、うんよりはですね、新しい自分の事業をやっていくことの、まあ、重要性というか、ね、メリットというかね、うん、ちょっと松田さんの方からね、うん、もう少し詳しくね、うん、今日テーマ何なのね教育あ続きね、はい、今日誰何の教育子供の教育子供の教育も前回終わってんか何固まってんのいやいやもう少し詳しくねあ詳しくねよりまあ、詳しくというかよりそういう、まあ、会社経営をやっていくことのね、うん、サラリーマンよりはいいですよと、うん、あなたはいいなと思ったいや思ってますよ思って会社辞めたら帰ろうと思いませんですねやっぱり、うん、いや振り返ると一番分かりやすいあなた、はい、会社勤めしてたじゃんパナソニックやってください、で辞めましたと、はい、で、自分で事業をやります決めた、はい、でやりましたで今何年なの会社辞めてもう30年30年はい、はい、だその30年前にあなたが戻ったとして、はい、辞めますか辞めませんかどうします辞めるでしょ辞めるでしょ、はい、っていうことはそれやっぱり事業を自分でする方がいいわけよ、うん、じゃあなぜそっちの方がいいのあなたは、まあ、自由に行動できます時間の自由時間制限がないってことか制限がない、うんでもあなた言ったらパナソニック言ったら社会保障とかなんかうんじゃらうんじゃらおもりしてくれるからそっちの方が手厚くてうんじゃらって周りが言うって言ってたそれはなんで周りが言うってことですようんで周りの人はなんでその方がいいのかな、まあ、そう感じてるからでしょうね知らないうんそれ知らないみたいに自分で会社やってること自体知らないうん怖いですよねなんでまず一つは、うん自分ができるかどうか分かんない、うん、もう一つはものすごく大きい、はい、もう一つの怖さは、うん、世間の人がどういうかあ怖さに2つあるんです、うん、そういうことだと思います、うんうん、OK、うん、で2つ目のね、うん、世間の人がどういうか分からない、うん、これ何の意味もない話なんですよそもそも、うん、確かにあったこれ、20年とか、うん、30年前ぐらいとか、うん、あったわけよ、うんうんはい、我々今年52歳か3歳、まあ、忘れた、うん、ね僕が二十歳ぐらいの時ではまだそういう時代だったわ確かに、うん、だから両親からするとなんか定職に就かんと、うん、水商売やったから、うん、ホストクラブとかねいろいろ、うん、お店もやったわけよ22、23歳ぐらいの時には知らなかった水商売のお店もやったバブルの少し後ねいろいろやったね、はい、ラウンジなんかもやったわけよ潰れたけどね、うんうん、で、まあ、その当時やっぱりうち俺もそうだけど両親からするともうちょっとちゃんとした仕事をつけと、うん、ちゃんとした仕事ってどういうことやと、うん、今振り返ればね、うん、要は固い仕事よ大阪ガスであったらあなたのパナソニックであったり、うん、関西電力であったり、うん、そういうところに勤めてほしいと、うん、いうのが当時やったと思うのよ、うん、いわゆる安泰ですわ、はいはい、じゃあ
まあこれ世間体もあったんやね、はい、でももう今時代どうよこれ。じゃあ逆を言います、あなたじゃあ 今ある程度の大きい企業 会社に勤めて、じゃあ将来安泰ですかってある、そんなこと今。いや、ないですよね、まあ、今の時代は。ないよな、もう全然な、全くな、そもそも昔もなかったわけやけど、その幻想を見てたわけよ。で、前回もお話したけど、年収2000万、3000万がマックスでしょ。何度も言うけど、会社員で証券でもまあまあそこ外資のそこそこ一級品って言ったらそんなもんもっと高い。いや、そんなもんでしょ。そんなもんでしょ、2、3000万でしょ。で、2、3000万で毎回元に戻るけど、税金と社会保険料ごそっといかれるだけよ、会社員なんて、そもそもっていうのがこれ基本的な考え方。でも先取りね、先取りされますからね社会保険な、なあ、もう意外にさよって感じだな、重いよ。まあ話しといて、はいはい、言うとあれやけど我々、そうね、後で払ったらいいからね、だから何かというとメリットいきますよ、もう一回メリット、あなた時間って言ったでしょ、自分で事業するのは自分で時間、自分で時間が取れると、自分の時間は自分で組み立てれるっていうことでしょ、そうです、自分のスケジュールは自分で組み立てるんだと、その代わり自分のが全部責任を負うっていう形で、だからいいんだと、時間の制約がないっていうことが一つでしょ、それと金銭的な問題とかでいくと、やはり経費よな、やっぱ経費と、あと自分の給料は自分で決められますよねまああれですよねまあな、上からこんなやりなくて、なんとか春闘やってね、これに下がってこう組合があってね、じゃあなんぼやとじゃなくて、もう自分で決められると、給料。そういうことよ。でしょ、で必要経費は、そういうことでしょ、ということですね、そういうことでしょ、じゃあ見てるとでもいいわ、今月給ね、月給、40万円でしょ、額面40万円な、これを100万欲しいんだと、見てる人は、月給せめて100万円欲しいと、じゃあ今勤めてる会社に、部長でも社長でも小さい会社で社長でもいいわ、あなた行って来月から100万にしようと言ったらなりますかっていう話が、イエスかノーかだけの話じゃない、授業するっていうことはなる。いや、なかなか確率的には無理ですわね、でしょ、じゃあ100万円年間1200万の収入が欲しいと、だったらもうやめて授業しなさいよと、あなた言ってたように自分の給料100万円で自分で決めたらいいわけじゃない、ものすごく簡単なことで、めちゃめちゃシンプル、それで終わり、これ終わりでいいんじゃん自分で決められると、月給100万円欲しかったらもう自分でやりなさいと、で自分で事業を起こして1200万円、まあ例えば利益半分だったらよ、例えばもう家賃その他もろもろいろんな資料わーっとあったとしても、じゃあ2400万あなたが売り上げ上げなさいと一人で、で自分の給料100万にすればどうですかっていうだけの話じゃない、めちゃめちゃシンプルな話ですよ、だからそこだ、基準はそこじゃない、ただみんなね、ただみんなそう簡単にはね何がそう簡単、怖いのよ、何を、自分ができるかどうか、誰でもできる、やる気になれば、だから前も俺もうこの前のだいぶ前の動画でも言ったけど、自分に対して制限をかけてしまうのは会社員なんだって言ったじゃない、1日8時間とか1日10時間っていうこの時間しか私は仕事しません、私は僕は仕事しませんよってやってるわけよ、会社員っていうのは、で言い方がなんかお笑い番組とかわけのわからんテレビ見て喜んでるわけでしょ、そら低いよサラリーマンでしょ、それがじゃああなた個人事業主になる、会社自分で作ってやりますになったらどうなるかというと、家帰ってお笑い番組見てる暇もないわけよ、ニュースも見てる暇もないし、違う、その代わり自分の給料を自分で決めれるっていう、だから何が怖いっていう話だったっけ、できるかどうか、やる気になれば誰でもできますと、要は自分ができるかどうかというのは誰でもできると、誰でもできる、で世間体が怖いというのはもうそんな関係ないよと、何の世間体かが全く理解不能なんだけど親がね、そんなやめとけやよって、だからまあこれ前回話したじゃない、お父さんお母さんは自分の子供には絶対に授業をするように教育しなさいよと、これしつけじゃない、教育、事業家になるように教育していきなさいよと、なるほど、ね、自分の足で、自分の2本の足で
地について一人でも生きていけるようになれば、会社に頼らずに一人で世の中を渡っていけるようにならないするのが教育なんですよ。会社にすがって生きていくの、国にすがって生きていくのを教えることが笑ってるけど、教育じゃないのよ。この世の中の、いいかな、この世の中の1億人、まあ、おったとしたら1億人が9000、ほとんど死んで残った10人しか残らなかった、まあ、あなたは日本の足で生きてたくましく生きていけないといけない。大多数が正しいわけじゃないから、そういう人がね少ないですね、まだ何え、いや少ない、多かったら困るやんか、だって困るんですだって、そういう人が少ないから会社も保ててんねんから、だってでしょ、会社員がいるから会社作れる、割と日本はそういうサラリーマンが多いみたいね。あまあでもこれからの時代は厳しいと思うよ、うん、あの僕はこれ一番最後にあの今日予定を言うけど、会社員の方がリスクが高すぎる、うん、圧倒的にリスクが高い、うん、会社員でいる方が逆に怖いですよ、これからの世の中も、企業もねどうなるか分からへん、うん、要は自分の意思で生きていけないわけよ、会社が傾いたら自分も一緒に行っちゃうわけよ、うん、じゃあ一人で授業やるのがリスクあって怖い、会社 俺からしたら会社勤めるのがもっと怖い、自分一人で舵取れないんだから、自分で舵取る方が絶対安全なのよ、自分の意思だから、自分で決めて実行して自分で失敗したらこれ仕方ないですよ、もう仕方のないことよ、じゃあもう一回やり直せばいいだけ、でも会社に勤めててその会社が倒れてて自分も掘り出される、自分も路頭に迷ったらこれ自分の意思じゃないわけよ、ある意味そっちの方が俺はるかにリスク高いと思うよ、どう、言われる通りやねそうやろ、通りやからね、でしょ、通りなんですけどね、どうなんですけどねって言ってたらもうそのまま意見も知らんわ俺はと、勝手にせえって話、いやまああの分かりました、何が分かった、自分の責任でやれと、いやいや本当にこれ冗談の意味、もう一回もう一回だけ言うけど、会社員でいる方がリスク高い、圧倒的にリスクは高い、うん、でまずじゃあもう一個踏み込もうか、今日はもうちょっと時間ない、はい、あなたがもう必ず見てるうちも、あなたもそう、あなたも60超えてるけどみんな60歳超えるのよ、うん、もう55歳で死ぬとか、もう50歳過ぎたら俺死ぬんだって言うたらいいよ、うん、まあ俺も若い時そう思ってたけど、うん、やっぱでも60歳でも生きてんのよ人間って、生きてる、必ずやっぱりな大なり小なり生きてしまうのよ、はい、じゃあその時になったらはっきり言うけど国は守ってくれないよって言われて、まだ守ってくれなんて寝ぼけたこと言うてる人いっぱいおるから、守ってくれないよ、自分の身も自分で守るしかないんでね、で最低限度のその社会保険料とか産むから今の支払ってこれやらないでしょ、で制度上今まで頑張ってきたおじいちゃんおばあちゃんをこう支えなあかん、これは仕方ない、でも我々もないんだからそんなものは、ちゅうことはリタイアに向けてあなたね、いつもリタイアのところに向けてやっぱ設計しないといけないわけよ、資産の、うん、そうでしょう、はい、資産をしっかりこう積み立てていかない、資産っていうのは崩れるもんじゃなしにフローを生むものね、うん、キャッシュフローを生むものを作り上げていけないといけないわけよ、はい、絶対的に、はい、それは分かるでしょ、もう作ってますよ、うん、それが会社員であればないわけよ、うん、あるとしたら年金だけは当てになるかな、わけのわからん、そうや、ね、違う俺からさ、こんな恐ろしいことはもうとてもじゃないけどできないわ、どう、まあ考え方によっては、ね、せめて年金があったらいいなとね、やってるとはでもまあ最低限それはあったらいいなと思ってはるんじゃないですか、 OKOK、 じゃあもう今日カットしまくって編集せなあかんけど、うん、でも本当に大事なのはキャッシュフローを生み出すものっていうのを会社員で一生過ごすとできないのよ、そうできないです、あ要は会社を退職な、最後もう65歳か今退職、定年退職、はい、退職金と年金、うん、これぐらいよ、うん、でしょ、もうねないですよね今でしょ、で、ね、それを自分で事業をやってればその間にしっかり利益を出してキャッシュフローを生み出すものを何か資産形成していけるわけよ、ここの差は大きいわ、圧倒的に、要はビジネスオーナーですね、うん、圧倒的に本人を育てるとなると、うんうん、そうね、いうことやね、でかつもし将来ね自分がそのリタイアした時にこれ前回の教育の子供の教育の話じゃないけど自分の子供、うん、子息が、うん、そこでまたビジネスマンになって出てくると、うん、それが大事やね、でしょ、それ今回非常に
子供の教育という流れから一つするとな、そこでその事業家がいなくなって困るわけよ。また次の事業の事業、まあ、これ今の会社員の中でも言わん、その中であんた言って何だっけ、なんか言ってたあの幹部構成、幹部構成、それと一緒、これはもうその自分の子供とかじゃなくてもその中で幹部、幹部というかそのしっかりとした経営者を育てるってことなんだよ、でもサラリーマン経営者じゃやっぱダメよ、ダメやね、所詮違う、全く違うんだね考えが。やっぱりその中でも、ビジネスパートナーっていうようなビジネスパートナーですよ僕からしたら、幹部候補、要はいわゆる次の経営者っていうか、一緒にやっていきたいビジネスパートナーを作っていくってことなんだよ、授業になるから。なるほどね、そんな感じ。それ大事ですね、でも一番大事だ、大事やねそれ、自分の組織の中から自分の組織に都合のいい役員とか、雇われ社長作っても何の意味もないよこんなもん。じゃあ大きい会社別よ、上場してるから、ちっちゃい会社でやるんであればやっぱビジネスのパートナー、それを作っていくってことよ。そういうこと、その覚悟やね。でそのビジネスパートナーが前回の続きと子供の教育と一緒じゃないけども、ビジネスパートナーが自分の子供でやったらもっとさ、それも一番いい形でしょ。なるほど、そういうことよ。わかりました。まとめ、いいですね、いいね、自分が納得じゃどうせ自分が喜んで、ね、あの最初ね、子供の教育から始まったんですけども、まあそれはあの子供にも自分自身がやってるねビジネスをこう、まあ子供たちもやってもらう、やって生かすと、やっていくというまあ、教えていくと、まあ本当ね、あのビジネスってものすごく面白いんで、アートでしょビジネス自体が、そうアート、なるほど、ビジネス自体がアートですか、まあ、面白いですね、確かにね、面白いです、それを面白さを伝えていくことだね。そうそう、だってこんな面白いもの、ある意味僕からしたらおもちゃでしょ、なんかビジネスって、新しい何かこのビジネスを見つけた時っておもちゃみたいなもんじゃないですか、プラモデルを触ってる、はい、もう喜んでなくてやれるじゃん、まあ、縫うから優を作り出すというかね、そうこんな楽しいものってないんで、だからぜひこの醍醐味をやっぱりみんなに、皆さんに味わってもらわないと。いいですね、ビジネスってものすごく面白い、面白さをね、だから怖いとか世間体がとかそんな話はもうどっか見てないわけよ、こんな楽しいものはないわけですよ。で今回その楽しいことをやって、ちょっと待ってくださいそのこの楽しいことをやってお金を生み出せるんだ、メイクマネーって言うでしょ、エンジョイライフね、エンジョイライフ、オッケー、いいまとまりましたはい、まとめ、はい、オッケーです、終わり、はい、オッケーです、はい、何がオッケーで満面で、はい、最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちら、ぜひお願いします。